はい、こんにちは、なのかです。主人が、入院生活を送っている間に、ちょっと少しですね、表情がちょっと落ちてきたかなっていう、なんか普通にしてたのがちょっとこう何か考えてる感じの表情になった時があったんですね。でその時に私にやっぱ地元に戻りたいって言ったんですよ。でその時他県の方にね、地元じゃない他県の方に住んでたので、やっぱり地元に戻って、そこに入院をね、転院してそこで入院したいっていうことを言い出したんで、ああそっか、やっぱりね、なんか主人も何かしら考えてるんだなって、その言葉を聞いた時に思ったんですね。やっぱりそこの他県のね、やっぱり地元じゃない、自分が育ったね場所じゃないところで、そういうふうにもう毎日ね、そのベッドにいるわけじゃないですか。ずっと入院してて、今まではね自由に生きてた人がやっぱり病院の中にずっといなきゃいけないっていうのもすっごくね嫌だったと思うんですよね。で注射もされっぱなしっていうことで、でやっぱりこう他のね、知らない土地って、知らないっていうかね、自分の地元じゃない土地でそういう生活をこれからも送っていくのかと思った時に、やっぱり主人も何かしら考えたのかなと思うんですよね。でそれでやっぱり地元にね戻って、そこだったら別に友達がたくさんいるわけじゃないし、たくさんじゃなくてもほとんどいなかったんですけど、それでもやっぱりこう親もいるしっていうことで、生まれ育った空気の、その土地の空気を感じながら病院で過ごしたいのかなと思って、私はそうなのっていうことで、そうかそうかっていうことで、家に帰ってですね、もう早速その時はもうネットとかがないので、電話帳でねこう調べてですね、で地元の病院に電話したわけなんですよね。総合病院みたいなところに。そうすると私はやっぱそれまで知識がね、医療的に知識がなかったので、分からなかったんですけど、やっぱり電話かけてね、転院したいので、今こういう状況だから、そちらの病院にね、入らせていただけますかって聞いた時に、すぐ、あ、いいですよって言ってくれるもんだと思ってたんですよ。もう病院っていうのはすぐ入院できるもんだとばっかり思ってたんですけど、それが違ったんですよね。で、ちょっと今うちはですね、とか、なんか何件も結構断られたんですね。で、と思っても私また次々っていうことで、でもそんな大きな病院ってそうそうないじゃないですか。で、何件かかけて、やっとですね、あ、いいですよって言ってくださった病院があったんですね。あ、よかったと思って、じゃあもうぜひお願いしますっていうことで、いつだったらいいですかっていうことで、そのね、日にちをちゃんと聞かないと、今ね、入院してるところの、病院にもね、申し出なきゃいけないということで、それを聞いて、やっと約束をね、取り付けました。店員の。で、それで今の病院にまた翌日行って、主人がね、転院したいということなので、よろしいでしょうかっていうことで、日にちをこう、ちゃんと決めて、転院することになりました。でそれでですね、ちょっと、これはですね、私もちょっと不思議だったことがあって、私がそういうね転院をちゃんと決めてですね、でそれを主人のお母様にご連絡したんですよね。やっぱり他県からね、やっぱり戻ってきますって、戻りますっていうことで連絡入れなきゃいけないじゃないですか、普通に。でそうやって電話したわけなんですよ。そしたらなぜか私が責められたんですよね。いや、どうしてね、あなたね、そんな転院するとかね、なんか勝手に決めてるのとかって、いや、私、その言葉がちょっと信じられないんで、って最初思って、何言われてるのかな、このお母さんと思ったんですけど、これ別に悪口とかじゃなくて、いや、普通に、なんでってすごく私もなんかびっくりしたんですね。で、なんかそんなことね、そんな今更ね、決めた後に言われても、みたいなこと言われたんですよ。どうですか、私これはなんか本当不思議で、私がおかしいんですかね。いや、主人が転院したい、地元に戻りたいって言うから、私が探してちゃんと決めて、ちゃんと取り繕って、準備万端にして、それでこういうことになりましたって、それをね、ご連絡したら、なんか、なんでそんなこと勝手に決めてるのって言われたんですよ。いや、勝手じゃなくて、私からね、主人をね、例えばですよ、私がね、もう地元に帰ろうよって言って、私から言って、主人が嫌がってるのを無理やり私が勝手にこの転院先を決めて、もう決めましたから、もう帰りますから私たちって言ってるんだったら、どうしたのとかって言われても、まだそれでもね、納得できますけど、いや、主人からね、やっぱり俺帰りたいんだよね、ちょっと病院探してくれないって言われたんですよ。
だからあそうなのってその主人のこの気持ちとかね思いを私はちゃんと叶えてあげたくって、でもちろん親の方もね親御さんというか親御さんというかあの向こうの主人の親の方も全然だって自分の息子が帰ってくるんだから普通にあもうよかった帰っておいでってね言ってくれると思ってたんですよね。それおかしいですかね私の考えが。だからそういう言葉がまず私を責める言葉がまず来たんで、ええって言ったんですよ。はいって言ったんですよ。いやね、なんとかさんって名前ね、主人の名前、なんとかさんがいや地元に戻りたいってね転院したいって言われてたんで、私がだから探してね、病院だから主人はもちろん自分でできないから私が探してあげたんですけどって、えそれなんか悪いことでしたって言ったんですよ。そしたらいやでももうどうのこうのってなんかこう腑に落ちない感じでずっとなんか言われてたんで、私もなんなんだろうなとか思ったんですよね。でそれでまあね、でももう主人がそうやって言ってるからもうそういうふうになりましたのでって、でもしねそちらの実家主人の実家にもしね主人が戻ることがもしなんかね都合が悪いんでしたら私の母のところにね2階があるので、まあそちらにね私と娘と、まあ、主人と3人で住みますので大丈夫ですけどって言ったんですよね。でもそれもちょっとおかしい話じゃない、だから実家があるのになんで主人がそちらに帰ったらいけないのかなって、いやいけないって言ってるわけじゃないのかもしれないんですけど、なんか全然それをね素直に受け入れてくれなかったんですよ。あそうね、あ分かった分かった、もう帰っておいでってね、あもう嬉しいっていう言葉が一つもなかったんで私もびっくりしたんですよね。でまあそういうことで結局私がねなんか勝手にしたみたいに取られたわけなんですよ。でもそれは違います、全然違うんですよね。でそれでまあ、結局戻って私の母のね家が2階建てだったんで、その2階の一室をまあ借りることになったんですよ。まあ、それはまた後から出てきますので、まあ、そういうことで、まあ、定員が決まりました。まあ、お母さんが何と言おうとも主人が帰りたいということなんで、まあ、病院も決めたんで、で帰ることになりましたが、マンションをね買ったっていうことをお話ししたんですが、だからそのマンションをねなんとかね処分というかね引っ越さなきゃいけないので、もうその手続きとかが、まあ、前もお話ししたように私はもう主人のこともあるし自分の体調がめちゃくちゃ悪いのもあるし、メンタルも、あとはもう娘がねまだ1歳ということで、もうちょっと私が一人で全部やるのがもうとてもできなかったので、まあ疎遠だった父に連絡をして、ごめんってもうちょっとね今こういう状況で本当ちょっと困ってるから、なんとかねなんか案はないかな、どうしたらいいかなって分かんないんだけど、でもちょっと私きついんだけどって言って、そしたらじゃあ一回来るからっていうことで来てくれたんですよね、まあ疎遠だった父が。だから父もねちょっと不思議なんですよ、全くね私たちに連絡もよこさないし、私の娘が生まれた時もね顔写真とかね写真も見せてくれとかビデオも見せてくれとか自分から全く言わないし、私が送っても返事がなかったんですよ。何の反応もなかったんですよね、孫が生まれても。で会いにも来てくれなかったのに、連絡もないのに私がそうやってたまーに連絡したら、あじゃあ今から行くよって言うんですよ。なんかそれもよくわかんないですよね。でもまあとにかくね助かりました。でもね、まあ、来てくれて、でいろいろ手続きをマンション系のことをしてくれたんです。でそれでまあうちにね、まあ、一泊でしたかね泊まったんですよ。その時に私が台所でねちょっと洗い物とかしてた時にですね、なんかつかつかってこう来て、ねえねえってね私の名前呼んで、なんとかって呼んで、今日ね病院の先生と会った時にさって聞いたんだけどって言うんですよ。それもねなんか深刻な顔じゃないんですよ、なんかイラストに描いてるようになんか爽やかな顔してて、なんか少しこうほくそ笑んでるっていうんですか、なんか普通に微笑んでて、なんとかくんなって、なんとかくんっていうのは主人ですよね、なんとかくんね余命がね1年らしいよって言うんですよ。私も初めて聞いたんで、その1年とかで、その父もねこう深刻な顔でもね、まあ、私の気持ちにすっごく同情してる感じでまだ話すんだったら分かるんですよ。いやもう1年って言ってたよって、お前大丈夫かっていうようにね、大丈夫かみたいなね心配してる感じで言うんだったら、そうなのってこう言えるんですけど、いやなんかね1年って言ってたよとかってなんか普通なんですよ、全然さらっと言うんですよ。でなんか笑ってる、微笑んでるんですよね。だからもうってな、何このお父さんっていう、なんか得体の知れない何かを見てる感覚なんで、私そういう父を見てて、何なんだろうこの父はっていうね。それと同時にその1年っていう言葉がものすごく突き刺さって、もうものすごいショックを受けたんですよ。だって前回だったかに医学書を見た時にね、生存率が5年、
5年っていう数字見ただけでも私は相当ショックを受けたんですよ。だってね、ずっと年取っても70、80まで一緒にいる、何十年も一緒にいると思ってた人が5年って思ったんですけど、それよりさらに短い1年って聞いた時に、いや1年ってあっという間じゃないですか。いやいや、もういやもうありえないと思ってすごいショックだったけど、父がそう言った時にね、あそうなんだって、もうそれしか出なかったんですよ。それでまたすぐね、あの台所に戻って洗い物をしたんですけど、まあ、あの父はねまた今の方に戻っていて、テレビ見たり娘とねなんか過ごしてたんで、私はちょっと台所で洗い物しながらも泣けてきて、涙が出て1年っていう、いやもう本当にあの時はショックでしたね。はい、それでまあ帰省することになりました、転院するっていうことで。でまあ父も帰ってですね、でそれでまあ引っ越しの準備もいろいろして、それでまあ引き払ってマンション、そして飛行機に乗って娘と3人で帰省したわけなんですよ、地元にね。でその時はまだ主人はなんとかですよ、まあ、やっぱりねものすごく元気とかは全然ないんですよ。やっぱりねきつそうにしてました。やっぱりきつそうなんだけど、なんとか飛行機に乗れる体力がまだ残ってたんで、まあ空港とかね、まあ飛行機の中で3人でね、まあ普通にね、まあ楽しくね、私ももうほら、泣いてばっかりもいられないんでね、主人の前では。普通に楽しく笑ったり、キャーとか言って、怖い怖いとか言ったりして、まあはしゃぐ感じで、まあ楽しく、雰囲気を出して帰省しました。ということで、それで私の母の2階に3人で荷物を持って、住むことになりました。で今から考えるとね、その後、まあ、入院してからね、まあ、徐々にもっともっとやっぱり容体っていうかね、でもすぐにね容体が悪くなったわけじゃないんですよね。でもやっぱりこう飛行機にじゃあね後々乗れたかっていうと、ま、もう乗れなかったんじゃないかっていうね、そういう体力がねやっぱりないんじゃないかと思ったんで、後々はだからなんとかギリね、まあ主人が帰りたいって言ったのがちょうどいいタイミングだったのかなって、まだなんとかね帰省する体力が少しだけでも残ってたのかなって思いました。ということで今回はまあ帰省までのねエピソードでした。で次はまあ転院をしてからまあ地元での様子をお話ししたいと思います。では今日も聞いていただいてありがとうございました。